はい、こんにちは、アキトです。今日はね、チートのね最後の飯というか、おやつというか、まあ最後のね、締めで今日はね、食べていこうかなって思います。今日用意したのはね、これまずはね、エクレアが2種類とシュークリームで、ワッフルね。これもね、あの近くのスーパーで買ってきました。ねえ、なんかね、まあ若干ね、ちょっと遠慮した今回。ちょっとね、若干遠慮した。しかも、エクレアとかって意外とカロリーなくて、これだけで大体ね、400カロリーぐらい。だから、まあ一食置き換えみたいな感じで、これだけ食いたかったら食っても全然いいと思うし。うん。ただまあ成分的にはね、そんなにいいものじゃないんだけど、うん、まあたまに食べる分にはいいんじゃないかなと思います。でちょっとね、これいちご、今なんかね、いちごフェアみたいなのやってたんで、いちご系ね、エクレアすごいうまそうだったんで買ってきました。いちご系ちょっとね、ピンクがあると可愛いかなと思ってね。シュークリームね、めっちゃうまいよねって感じでね、ちょっと食べていこうかなって思います。いただきます。何から食うかな。やっぱシュークリームは大体味の想像がつくと思うんで、これからね、いこうかな。ではいただきます。ちょっと中悪かじゃん。こんな感じ。中もやっぱね、いちごクリームになってんのかな。いちごクリーム超うまそうだよね。いちごのクリームね。じゃあこれいただいていこうと思います。いただきます。うまっ。思わずにやけちゃうよね、こういうの。めっちゃいちごのクリーム。これうまい。食べやすい。軽いし、すげえ食べやすい。うまっ。いちご系うまいね。プロテインもやっぱいちごのプロテインってうまいじゃん。こんな感じでいちご系はめっちゃうま。こっからね、チョコいこ。チョコのエクレアってまあ普通だよね。普通にこれクリーム、うまそう。超うまいよね、絶対。いや、これもいただいていきます。あ、うまい。これも想像通りの味だね。うん、これはうまいわ。クリームがすげえ濃厚というか、めっちゃうまい。うん、うまっ。これうまい。クレア、しかもチョコの方が1個多いんだね。うまい。普通にクリーム系はやっぱうまいね。からのシュークリーム。シュークリーム、これなんか普通にクリームだから普通にいただいていきます。うまっ、うまっ。忘れてた、これいちごのクリームや。いちごのクリーム、いちごのシュークリームだった。これうまっ。これはうまい。うん、うまっ。うん、だからいちご系うまい。めっちゃうまい。からのね、ワッフルいこう。ワッフル、ワッフルってうまいよね。これでも俺このワッフルって実際ね、ちょっとなんか許せなくて、このスーパーのワッフルってなんかさ、なんていうのかな、マジのワッフルってちょっともっと硬いというか、周りサクサクというか、スーパーならではのワッフルって感じ。これ美味しいんだけどね。いただきます。いただいていきます。
うん、うまカステラみたい。カステラにクリーム塗ったみたい。これカステラクリームだね。これうまいけど、ジェイも食べたいらしい。ジェイはね、甘いのダメだからね。最近ジェイちょっとオブーになっちゃって、そろそろちょっとダイエットさせなきゃいけないんで、まあ僕がね、有酸素始めるタイミングで、ジェイも高強度有酸素に付き合ってもらうんで、毎朝ね、1時間くらい一緒に歩かせるからね。じゃあだいぶ痩せるかなと思います。ねえ、ジェイ君。しかもぶっちゃけね、これぐらいの量だったらなんかすげえ、なんかちょっと少なかったね、今回、うん、エクレアって、俺もっとしっかり詰まってるもんかと思ったんだけど、すっかすかだからね、すかすかだからさ、なんかあんまり食った気がしねえな、俺。うん、うまいんだけどね。うん、うまっ。これ結構うまいよ、このいちごのシュークリーム。なんか食べやすい、普通のクリームより。やっぱいちご系って結構流行ってるよね。あ、うまっ。一気にいっちゃう、一気に。うまい。うまいけどなんかちょっと甘い。じゃあこのカステラね、カステラ。カステラいっちゃいます。うん、うまっ。チート超幸せ。なんか今回のさ、チートの最後のスイーツはさ、ちょっとあっという間だったね。なんかもっとボリュームがあるものにすればよかったかなと思うんだけど。いや、この2個食い、ちょっと飽きてきちゃった。このね、クリームといちごの2個食い、贅沢食い。うん、甘い。甘い。うん、やべ、あとカステラと普通のエクレアしかなくなっちゃった。もうカステラになってるからね、これ。ワッフルじゃなくてもうカステラだもん、これ。でもなんかこれが一番うまい気がする。ちょっと食べ応えあって、うん、うん、うん、やっぱうまいな、これ一番。一番うまい。最後ね、最後エクレア、
エクレアいただきます。うまっ。あ、うまっ。エクレア、うまっ。あ、ごめん。BCA。なので今、筋分解が起こりそうだったから、ちょっと。BCA。ごちそうさまでした。ああ、甘かった。はい、でもやっぱ甘いもの食べると気分がやっぱ幸せな気分になるね、やっぱね、甘いものってね。チートでさ、こう1週間で俺の場合は大体毎週毎週 500g ずつ落ちるんだけど、それはやっぱりこう、なんていうのかな、筋量が多いからというか、あとは運動量、運動強度が高いからとか、そういうのもやっぱ関係してると思うんで、もしねチートやって1週間で週1チートして残りの6日間を普通の食事に戻し、普通のまあダイエット食ねに戻した時に、1週間で、ね、もし体重がなんていうのかな、チートを入れてトントンだったりとか、体重が増えたままだったりとかってやっちゃうと、週1チートだと体重がねどん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 増えちゃうから、やっぱり週1チートでもし体重が減らないんだったら、あのね、週1やんない方がいいと思う。2週間に1回とか3週間に1回とか、それでああいうのってちょっと基準があって、まあその基準もどこまで明確なもんかちょっと分かんないんだけど、だいたいチートって体脂肪率 15% かな、 15% を切ってれば2週間に1回チートで、まあ男性の場合ね、体重が落ちていくっていう計算だから、体脂肪率 30% とかね、まあ 25% とか 20% とかで週1チートしますとかって、もうそれはね多分やんない方がいいと思う。まずはね、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って食事制限をしてね、落としていった方がいいと思います、その場合はね。だからまあ週1チートで落ちれば週1チートでいいと思うし、4日に1回チートでも落ちるんだったらそれでもいいと思うし、まあ人それぞれいろんなやり方がねあっていいと思います。うん、まあダイエットに正解はないんだけどね、シンプルに考えていいと思うんで、結果1週間のトータルでマイナスになる方法でねやっていけば、うん、一番いいのかなって思います。って感じでね、今日もご視聴ありがとうございました。ただ食べただけだけどね、今回ももうね3回連続でチート動画上げてるから、もうみんな飽きたかなと思うんだけど、うん、またね、来週、うん、チート動画上げていこうと思います。その時にね、なんかこう下のコメント欄とかで、あれ食べてほしい、これ食べてほしいとかっていう要望がもしあればコメントください。まあなんか食べれればね、食べようと思います。あんまりジャンクはきついと思うんで、うん、って感じで今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。